ね。はい、じゃじゃん、これね、山高で最大の古墳でございます。人があんねんけど、なんか階段なんの、もうね、見えへんねんな、文字がね、見えない。ああ、カモいっぱいだね、これカモさんだらけですよ。はい、こっちは公園墳の方やね、これ。ちょうど紅葉でね、黄色く染まってますけどね、いいですね。いや、晴天でございますんでね、ものすごくね、紅葉がきれいに見えますわ。これはこっちへ縁墳やで、あっちが古墳やろ、これ。平墳の大きいね、ものすごい。通行止めですか。通行止めでございます。ここで5水入ってへんな、この後な。あー、そうだ、入るか入れないね。高さはないんだな、これ。木は一回割っとったけど、あ、こっちも入ってる。護岸工事終わってますね、人ね。ちょっと護岸工事、なんか真っ直ぐなって戻るから、そこね。もうちょっとなんかやりようなかったんかね、これ。そりゃけど、看板が全くこう、どこ行っても、ね、設置されてないもんね。看板ぐらい設置してもらいたいね。これ、今度言うとこない。あら、これ。大変なことになってる、ここ。地盤が緩んでますよ、これ。これって横幅ものすごい広いね、これ。こんなんやからね。高さがわからんね、これじゃ。これ、周りの道も崩れてもらったら大変なことになってるぞ、これ。地割れして。護岸工事やってないよね、道路側は。おお、これも危ないよ、これ。松の人が植えてあるのか、これ。杉とか松とか、これ植えたんだろうな。あの一番あの端から出てきたんだけどね。あ、結構あるね。ちょっとね、あの反対側から分かるぐらいでね、ここがね、ちょうど東の南っていうか、こんな感じでね、うん、これいいね。ただね、ラインは分からん。ラインはちょっと分からない。おお、カモがいっぱい。これやっぱ大きいわ。ここの、ここと比べたらね、200m以上あるんでね。いかんせん、全くね、看板なかったね。この看板、この適当がね、さっと読まれへんねん、でも。字がかすんでもって。ねえ。はい、行こう。これ横回れますよ、これ横。
トモがどうやろこれ3、40%持っとるか持っとりますわ。こっちが塩分、高塩分の方やね。これがいいね、この道はね、歩けるからありがたいわ。これ後で地図見てみようか、どんなんやろね。これちょっとこの辺道で崩れかかってますよね。ちょっと怖いね、あれですね。その癖がね、ここね、ちょっとなんか崩れかかってるのかね、これ。あ、すげえ来た、違うな。ね、詳細は概要欄に貼っておきますからね、このサイズとかね、ここは4世紀中頃やったかな、築城がね、築造が。回るだけでもほぼこれ10分ぐらいかかるじゃん、これ。ここにも、まあ、ここにも30、わあ、すごいね。向こうにも40、3、40あったし、ここにも10、20、30あるね。30が近くあります。これを盛んにおっしゃったよね。カモが泳いどるとおっしゃったんだけどね。横すぐ民家やからね。うわ、ここ見られへんのか、ほら。こういう感じだったね。ここは撮ったよな。ええ、素晴らしいご本でございました。はい、ありがとうございました。うわー、これすごいよ、これ。数えてみようか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、60%ぐらいおりますね、これ。さっきの 30% 定性ではですね、60%ぐらいおります。これ公園部のこの塩水のものすごく大きいんやけどね。うわ、もうね、輪郭分からへんねんけど、この辺が違うしようかね。ここは2メートルこの辺やな。ここ一番ちょうど、後ろの塩分の一番中心がこの辺。はい、一瞬わかりましたけどね。